いらっしゃい。あら。いいわよね。ねえねえ、プレゼント、はい。どうだ、やつ。話が分からなかったか？新しく世界を作るには、この理念が、その断りを正解、彼らを、ひか、ま。どうだ、行きたいとき。
人じら。ここで仲間に張り込みをさせていて正解だったな、ライド。さて、人じらよ。ライドが調べたところでは、あの老人、魔人同士の殺し合いを目論んでいるようだな。うぬもうすうす感じているのだろう。その言いなりになるほど、間抜けとも思えぬが、それはま、ひとえにうぬ次第であろう。だが、我らと老人の思惑は、別々にあることだけは伝えておく。それはさておき、ライドウも仕事でここに来ているのでな、このままうぬを放っておくわけにもいかぬのだ。さあ、どうする？素直にここから立ち去るか。我らに今い。やはりその体から発する人ならざる力を抑えきれぬか。いや、だがそれでこその人種なあ、14代目。ウヌの体が魔人の血に染まりきるか、それとも我らの認めし力。この先に足を踏み入れた瞬間、ライドウと相まみえるつもりがあるなら、ライドウ。嫌いな太刀でな、その先はスイッチを全部切らぬと、もう3つ数える時間をやる。1つ、2つ、3つ。
ライドは探偵だということを忘れたか。追いかけるのも仕事のうちでね。さ、追い詰めたぞ。ライド、今度は抜かるなよ。逃げるなぞ。うぬらしくもないだろう。うぬの力を見せてみろ。成長やるな、ひとしら。そうか。まずいぞ。あの技を出し惜しみしている場合ではない。ライド、かけ向こうかしら。ここまで。ヤオロス。人知らよ。その力、確かに見、やはりライドの目に狂いはなかった。ウヌは妙な期待を抱かせる。何かを秘めている。よし、少し手助けをしてやろう、ライド。あの証拠品を渡してやるのはどうだ。道中で手に入れたのだが、我らには必要ない。ウヌにくれてやる。その力をもってすれば、あの老人の思惑をも超え、人知らん。
帝都から来た底なき力の悪魔召喚師、この先もその身に宿した悪魔の力が、あ、力というもの、人は皆それを欲し、も光であろうと闇であろうと、どちらであっても人は頼り、己やその周囲に力。こたびはあなたもよく知る女性が世を救おうと信じて祈った神に教えて差し上げましょう。アラディア、このボルテックスにいることが許されない。時空の溶け流れるアマラ宇宙、ここには無数のボルテクスが存在しています。そのうちの一つがアラディアが本来あったところ。あなたも知っての通り、このボルテクスは元の世界から真なる力で生み出された正当なる世界。しかしその陰には世界で虚構とされたものが集う世界もあります。そう、それがアラディアが元いたボルテクスなのです。そこに住む者たちの願い、それは虚構たる自らの存在を知、その手立てを探すため、彼らは自らの世界、アラディアは無双にて作り出された悲しき救い、強き神に追われ迫害を受けたマジョラの求めから生まれた存在。マジョラはアラディアに自分たち、そして生に苦しむ民衆、しかしアラディアはその姿を地上に、アラディアはただ都に希望、神が作りし人間が新たな神を、アマラの大会であれば、そう。ですが、所詮アラディアはよそ者、このボルテクスに許されぬ者に、どこまでの救われぬ自由の神に。さまざまな者たちがさまざまな言葉をあなたに投げかけているでしょう。混沌の魔人たち。これだけは覚えておいてく。私たちは、アマラの悠久の流れの中、あなたが来る、メノラーとこのアマラ深海の因果、全てのものが待ち焦がれている、あ、そして我が主の待つ最後理解できないことだらけよね。ねえ、もし君が全てのメノラーを集めて、その時に欲し、全ての疑問の答えを、
どうだ？